だぜ。ああ、あ、キサキさん。新市長ですよ、市長。それなら私は前市長ですよ、にぎた秘書。2期8年、長い間ご苦労様でした、イナイ・ポーレット前市長。ご就任おめでとうございます、宝生木崎新市長。宝生新市長にお任せできること心強く感じています。お人よしの未来をどうぞよろしくお願いします。もちろん全力でお引き受けします。その上で今後ともどうぞその手をお人よのために。お人よしの復興はマイントレジャー、そしてお人よ鉄道様あってのことですから。過分なお褒めに恐縮しますが光栄です。お人よのさらなる発展のためにも努力を重ねてまいります。そう言っていただけると安心です。これからも共にお人よしのために。そうですね、お人よの私たちの町と暮らしのために。それじゃあ失礼しますね。お仕事の邪魔になりたくありませんし。お気持ち受けたまわりました。ですが始業時間までは職員たちに付き合ってあげてください。それじゃあまた。ああ、少しだけよろしいですか、新市長。お疲れ様でした、比内前市長。宮本さん、宮本さんに前市長って言われちゃうとなんだか父のことを呼ばれてるみたいな気がして。そうですか、それではポーレット前市長。ポーレットちゃんでもいいですか、昔みたいに。そうね、私ももう一市民に戻ったわけだし。定年退職までの長きにわたりお人よしを支え続けてくださって本当にありがとうございました。自分では天職だと思ってたから、長く勤めることができて幸運だったし光栄でした。ポーレットちゃんこそありがとう。与えられた役割を2期8年勤め切って素晴らしい実績を重ねてくれて。私にも転職でしたよ、8年間限定で総鉄くん、右田秘書と職員の皆さんに支えてもらえればですけど。成長したのね、ポーレットちゃん。今度ゆっくり飲んでみましょう。はい、喜んで。とおばちゃんが独占しちゃったら気の毒ね。市長。前市長ですってば、高崎主任。あの時はありがとうございました。こちらこそです。あの時の弁当本当にうまかったです。前市長、お人よを笑顔の街に戻してくださり本当にありがとうございました。みんなの力です。市職員だけでなくお人よしのみんなの。市長、前市長。だからもちろん私たちの力も入ってますけど。条例とはいえご退任
残念という他にありません。また一緒にお仕事させていただけることを願ってます。観光課に移ってくれればすぐにでもっていうか、あれ、観光課といえば高崎さんは？あ、それは。ほらね、せっかくなんだし。デイナも一緒ですからね。いやあ、光、ポーレット、ダメだ。ソーテツくん止めないで、光が。隊長式だぞ、主役が席を離れてどうする。でも私が言ってあげなきゃ。いつもそばにいてやれるとは限らん。あえて離れて見守ることも愛情だろ。だとしてもまだ赤ちゃんのうちくらいは。もう4つだ、赤ちゃんとは言えまい。再来年には小頭部だぞ。レーナがついてる、高崎さんもだ、任せよう。ポーレットがいつでも助けては頑張れない子になってしまうぞ。そうね。お願いデイナ、高崎さん。ポーレットのお母さんのアレの日ですよ。ひかりちゃんがお花あげたら喜んでもらえますよ。高崎さん、すみません、光をお願いします。レーナはこちらを。あ、はい。ねえ、光ちゃん、ならおばちゃんと一緒に見てましょう。それじゃあレーナが光ちゃんの代わりにお母さんにお花届けてきますね。お待たせしました。レイナ、これお人よ鉄道と商店街の町のみんなからと、それから誰よりひかりちゃんからですよ。ありがとうレイナ、ありがとう皆さん。ありがとうひかり。本当に嬉しい。ありがとうございます。ああ、余礼だ。それじゃあ皆さん、今日もお仕事を頑張りましょう。頑張ってくださいね。はい、じゃあ行ってきます。前署、これからもよろしくお願いします。ポーレット、僕が持とう。うん、お願いします。右田さんも本当にありがとうございました。あっという間でした。また市役所にも顔を出してくださいね。僕ともか。これからもポーレットちゃんを支えてあげてね。無論です、全力で支えますし、全力で支えてもらいたく思っています。そうなら安心。ちゃいましたね、みんな庁舎に。だな、あそこはもう僕らの仕事場ではない。ああ
子ね。よく頑張ったわね。最後までちゃんと見ててくれて。おうち帰るの。うん、そうね、帰りましょう。帰りましょう、私たちのお家に。ママ。うん、なーに、ひかり。見ててくれたから頑張れたんだよ。頑張ったの？ママ、何頑張ったの？たくさんの人の前でお話しするのをね。ママ、本当は今でもちょびっとおっかないの。おっかないの？うん、光と一緒？うん、一緒。だけどね、今日はパパとママのため、みんなが開いてくれた式典集まりだったから。うん、だから頑張ればみんなが喜んでくれるから、ママそれもあってちゃんと頑張ったんだよ。ママ偉い。光、いい子いい子してあげるの。ありがとう。レーナもとてもいい子だったな。花束も祝辞も嬉しかった。ありがとう。わー、レーナは別に。レーナ？うわー、ごめんなさい。レーナ転んじゃいました。あ、レーナ？レーナお姉ちゃん大丈夫？大丈夫。腰も故障も破損もありませんよ。ならよかったが、すまん、驚かせてしまったな。いいえ、レイナちょっとぼーっとしてて。あ、いや、僕の判断が悪かった。レーナ、花束を持ってくれるか？あ、はーい、わかりました。レーナ、花束持ってますね。なら、そら。やあ、すまん、レーナ、またやってしまったな。大きな声。レーナお姉ちゃん、パパの抱っこ嫌なの？嫌じゃないですよ。抱っこ、楽ちんで嬉しいです。だよね、抱っこ楽ちん。あの時と同じですね。同じですね。あの時？あの時っていつなの？あのですね、レイナが一番最初に炭鉱を見に行った時のことですよ。炭鉱？炭鉱ってマイントレジャー？そうですよ。その時はまだマイントレジャーじゃなかったですけど。マイントレジャーなのにマイントレジャーじゃなかったの？それはですね、あの時の質問。あの時の質問。あの時の質問の答えだが、
今もやはりはっきりとしたものにはならない。はい。実際父親になった今でも怖いことはたくさんだし、わからないことも無数にある。ですよね。毎日がとっても幸せすぎて、だからその分怖くなっちゃう。うん。だからといって後悔もないし、時間を戻したくもない。問いに対してずれた答えになってしまうが、うん、父親になって幸せだ。これ以上を望めぬくらいに。それだけは間違いなく答えられるよ。私もです。そう、鉄くん。怖いことも、わからないことも、難しいこともたくさんで、時々わーって声を出して投げちゃいたくなるけど、うん、それでもとっても幸せです。お母さんになれて私本当によかった。みゆん、そうてつくん、私をお母さんにしてくれてありがとう。僕の方こそだ、ポーレット。僕をお父さんにしてくれてありがとう。ゆーい、ママもパパも違うの。違う？あれ、ママ何か間違った？うん、あのね、ママがママになったの光のおかげってママいつも言ってるの。本当ね。おゆーい、光のおかげでママはママになれただな。光のおかげでパパはパパになれた。光ちゃんすごいですね。と言うかだ。レイナもすごいぞ。レイナ何もしてないですよ。いいや、してくれたさ。今思えばとても大きな大きな仕事を。ああ、うん、ほえあの時レーナの言った通りになった。僕がお父さんで、私がお母さんで。ああと、着いた。今日はお絵かきの日だな。響にたっぷり教わってこい。うん、ママお仕事終わったらすぐ帰ってくるから、いい子にしててね。うん、光いつもいい子なの。そうね。響きお姉ちゃん。もう少しお別れにぐずってくれてもいいのに。ぐずらない場所の方が少ない。どこでもぐずられては心がもたなかろう。それはそうなんですけど。さて、行くか。あ、レイナ、もう自分で歩きますよ。そうか。それなら行きましょう。あ、お疲れだ、ポレット。そう、てつくんこそお疲れ様です。
かりはどうだった？今日はレイナと一緒に入りたがって。そうか。いや、もったいないと言ってなかったか？え？何がです？ベビーソープだ。確か1本3000円くらいすると。ああ、うっかりしてた。もったいない。大きな声は光とレーナを起こしてしまうぞ。しかし、そうか。今日はレーナと寝たがるだけでなく、お風呂もレーナだったのか。うん、きっと光なりにバランスをとってるんだと思います。ああ、気にするか。まだ4歳だというのに。朝はソーテツ君言ってましたよ。もう4つって。確かに言ったが、しかしそこまで細かな心の機微のような問題を感じますよ。光は、あの子、小さな頃の私にそっくりだから。小さな頃のです。人見知りで内弁慶で、だけど好奇心旺盛で、興味の範囲が狭くって、そのことだけにはおしゃべりで。ああ。夢中になると周りのことが見えなくなって、そのくせ人の顔色にはすごく敏感で。まあ待て待て待て、ボレット。あ、ごめんなさい、私夢中になっちゃって。それだけ真剣に考えているということだ。光もボレットも目の前のことに対して。はい。その長所を生かし、ボレットはバランスをとっている。ボーレットがさっき言ったことを言い換えれば、高い集中力を持ちつつ、周囲への気配り目配りもできる。専門分野に優れた説明能力を持ち、家族愛に満ちている。うん、ソーテツ君甘やかし上手だ。そこも似てるな。褒められるとすぐテレテレになる。そりゃそうですよ、親子ですもん。ならば光と僕も似ているわけか。似てますね、すっごく。天然の女殺しなところとか。天然の女殺しです。姉さん響ちゃん、なぎちゃん深見ちゃん、八六ちゃんに木崎さんまで、光にすっごく甘い。それはそうだな。みな光によくしてくれている。しかし、それのどこが僕に似ているのだ？だから、そこですよ。無自覚で、無意識で。ああ、っていうか、そこが私との一番の違いかも。そこ、とは？他の人がくれる好意についてです。その点は、ソーテツ君。ものすごく無頓着でしたよね。だな。うん。今は違う。と自分では思っているが、昔は確かに人からの好意に価値を覚えていなかった。私は正反対だったんです。自己評価が低かったから、自分を大事にしてくれる人にものすごく気を使って。ああ。光は愛情に無頓着。あって当たり前すぎるのか。光にとって愛情は空気と同じようなものか。だと思います。小さな頃の私だったら、どんなに嫌でも怖くても我慢して花束届けてました。うん。嫌がって逃げたりして、愛情を失うのが怖いから。だけど光は愛情をなくすこと、
まだ怖くないんです。そうかもしれんが、それならばなぜレイナに気を使ったのだろう。それはレイナを元気づけるためですよ。レイナがしょんぼりしちゃったから、そこを心配して。ああ。それって光自身の保身のために、愛情を失わないためにしてることじゃないんです。決して悪いことではないだろう。むしろとても良いことのように思うが。光が宗哲くんと同じくらいいい意味で鈍感なら、一生それでいけちゃうのかもしれません。でもあの子、私と似ているところもあるから、もしもバランスが取れなくなったら。確かに怖いな。幼い心にどれほど深い傷がつくのか、僕には想像することもできん。だから何とかしておきたいとは思うんです。今のあの子はあんまりに無邪気で無防備だから。少しずつでもそういうこと教えておきたい。人はいつまでも子供のままじゃいられないから。だな。ならばポーレットはどうだったのだ。どうって何がです。今のポーレットは大人だし、僕と初めて会った時にもポーレットは十分すぎるほど大人だった気がするから。ああ、やっぱり旅だと思います。旅？パパとの旅。初めての寝台列車の冬の旅。あれで私は私になったんだと思います。ほう。うまく言えないんですけど、自分の中にこれだけは絶対壊れないもの見つけた感じで。自分の核か。核なんですかね。わからないですけど、でもあの旅で私は変わった。少し変われた。誰かに合わせて無理に自分を変えなくていい。変えようとしても変えられない自分がいるって気づけた。そうだったのだな。ならば旅をしてみるか。あ、うん。今の僕らならこれからならばできるのだ。今までの仕事の大半がまさに今日終わったのだから。ですよね。できちゃうんだ旅。今の私たちなら、お人よ鉄道の体制なら。ああ、旅こそは外の世界と触れることだし、光も単純に喜ぶだろう。鉄道旅行をするのなら。ですね。鉄道の、まだ3月だし、雪の旅経験させてあげられますね。その方向で予定を組んでくれるか。頼まれなくても絶対組みます。私たちの初めての家族での鉄道旅行なんですから。あ、おい。最高の旅、私絶対に組んでみせます。
俺ならもう大丈夫。まだ2分以上も。カメラを出すには早すぎる。記念撮影は到着後にするべきだ。また何かアクシデントがあってはかなわん。これが寝台客車か。寝台券の方はどうなっているのだ。僕とポーレットとレーナの分は当然だろうが。光は私と一緒に寝れば寝台券の必要はないんですけど。やだやだ、光一人で寝る、光の寝台で寝るのって、絶対に言うって思いましたし、家族だけで寝台4つ独占したいのもありましたから。おお、寝台券も4枚取ってくれていたのか。素晴らしい判断だ、ありがとう。どういたしまして。だからどこでも好きなベッドを取っちゃってください。おっと、やあ、離して。一人ではしごはまだ危ない。というか、一人で冗談も危なかろう。危なくないの、光一人で寝れるもん。そうは言うが、まだ。ああ、いや、レイナ、冗談に先に上がってもらえるか。脱ぐの待っててください。あ、そうだったの、光もお靴脱ぐの。それじゃあ一緒に脱ぎましょうね。よいしょ。あのね、光、口を大きく開いて、よいしょ。よいしょ。レーナもすっかりお姉さんだな。ですね、頼もしいくらい。それじゃあレーナ、先に上に上がりますね。光が上段ベッドに上がるためには2つの方法がある。はしごを登るの。それが1つ目の方法だ。その方法を取るためにはお父さん教習を受けねばならぬ。お父さん教習なの。うん、安全が第一の使命だからな。そこは省けん。もう一つの方法であれば教習不要だ。もう一つ何？
もう一つの方法とはお父さんエレベーターだ。お父さんエレベーター。ここがお父さんエレベーターの2階ですよ。2階。ねえひかり、どっちがいい？お父さんエレベーターとお父さん教習。お父さん教習をしっかりやるぞ。ついてこられなければはしごはなしだ。うん、ひかりしっかりやるな。ならばひかり、まず手と足を数えよう。ひかりの手と足は全部で何本ある？手が1、2で、足にで3、4本。そうだな、4本だ。はしごにはまずこの4本全部でしっかりつかまる。つかまる。そうしたら4本のうちの3本は決して動かさない。動かすのは残りの1本だけだ。どれ？一番動かしやすいのでいいぞ。ならね、右手なの。では他の3本は絶対動かさないようにしたまま、右手だけを一つ上の横棒にかけ、しっかり握る。よいしょ。しっかりぎゅー。これでまた4本が動かなくなった。そうしたらまた3本は動かさず1本だけを動かす。ならなら、今度は左手なの。そうしたら次は、また右手なの。うん、はしごなくなったの。そうしたら体からベッドにゴロンだ。レイナ、捕まえてやってくれ。はいです。そしたらベッドにゴロン。ひかりちゃん、冗談ベッドへのご乗車ありがとうございます。すごい、お母さん感動しちゃった。失礼いたします。乗車券と寝台券を拝見いたします。あ、はい、お願いします。
礼いたします。乗車券と寝台券を。車掌さん、行っちゃいましたね。制服、かっこよかったですね。道鉄！ねえ、まあまあ、切符貸して。教訓見たい。教訓？ハサミの跡で教訓です。って言っても、検察教だし、ただのパンチ穴ですけど。なるほどな。で、道鉄というのは？道の奥湯煙鉄道。危ない、落ちるぞ。落ちないの？ねえ、パパ、お父さんエレベーター。ん？下に行くのか？ママのとこ行くの。はい、ポーレット会にいらっしゃい。ポーレット会、はい。よし、ではポーレット会へご案内だ。それ、レーナも。とっても嬉しいです。それじゃあ、ポーレット会までお願いしますね。うん。レーナお姉ちゃん、いらっしゃい。教訓、どうですか？あのね、普通の丸いのなの。検察教は俺しかないのかな。おー、変える意味があんまりないからかもですね。どうして？まず改札教の教訓を駅ごとに変更するのはどうしてだかわかりますか？わかる！キセルを見つけるため。そうなのか。しかし、切符には普通、初駅の記載をするだろう。回数券はどっちからでも乗れるもん。おお、なるほど。そうか、回数券では教訓による乗車駅特定が必要になるか。全部の教訓が同じだったら、一個作っておくだけでただ乗りできちゃうの。その切符を使わず保持しておくための悪知恵が必要となるだろうが、やりようはいくらでもありそうだな。定期券併用とかだと防ぎようも。だから昔は検察バンバンやってたそうです。その上、利用者が多い駅では時間帯や日付によって教訓変えたりもあったみたいですよ。それで改札橋には多種多様な教訓が存在するのか。なの！道鉄の教訓も楽しみ。そういえばさっきの話だが。さっきの話？うん、道鉄、道の奥湯煙鉄道の制服とのことだが、僕たちが乗っているのは常盤鉄道の、ああ、いや、制服の色が違っていたか。駅員さんは濃紺で、今の車掌さんは濃茶だったような。駅員さんは常鉄の人。でね、車掌さんが道鉄の人なんですよ、総鉄くん。ああ、つまり常鉄の線路、道鉄の車両か、道鉄所属の舞鉄さんの車両が走っているのか。大正解です。あのね、道鉄が寝台列車走らせてるの、夢狩り。ほう。 C56、 ポニーさんの牽引で3両編成。ハイホー B が1両で、1両は A 寝台個室ですね。もう1両はゴロゴロシート、カーペットカーになってます。これは寝台料金不要の車両になりますね。ほう、お得だな。なんですけど、
家族旅行とかには向かないです。朝方には一般の通勤通学客も乗り合わせますから。ああ、そういう需要があって生き残った路線なのか。はい、海沿いの暴風区間、エアクラには不向きな土地なのが幸いしました。ナビによる補正がかかってもなお対応できないほどの風が吹くのか。です。蹄鉄時代には蒸気機関車牽引の鋼製客車が横風によって転覆した事故があったほどですから。鋼製客車がか。そこまでの暴風は滅多にないことでしょうけど、でも地域の方々はその事故を忘れなかったみたいで。なるほど、安全な交通を確保するための鉄道か。そうした生き残り方はとても素晴らしいことだな。ですね。ゆえに朝方、通勤通学時間帯には交通の足としてカーペットカーが開放されている。ですです。特急だけどその区間だけは結構な駅に停まりますよ。それは確かに落ち着かんかな。どんな様子か見てみたい気もするが。写真、パパ写真撮ってきて。 A 寝台とゴロゴロシート。うん、他のお客さんの迷惑にならなそうであればもちろん撮ってこよ。せっかくだから一緒に行かんか。実際にその目で見た方が。いやー、いやーなの、おっかないの。そうか、もちろん無理にとは言わん。それなら総鉄さん、ポーレットと一緒に行ったらどうですか。あ、それいいですね。男の人が一人だと写真撮りづらいかもしれませんし。ああ、ポーレットを撮っている体にすれば記念写真か。なるほど、その方が圧倒的に撮りやすい。じゃあもうしばらく待ちましょう。始発駅発車後の 1,2 時間は記念撮影ラッシュですから。ベテランがいると心強いな。まあまあ、お腹減った。言われてみれば。そうね、それじゃあお弁当にしましょう。じゃーん、ご老公弁当です。わー、立派な入れ物ですね。かっこいいの。これはご老公の印籠を模しているのか。なるほど、探しただけの会話あったな。中身もすごいんですよ。豪華ですね。上下で2段になっているのか。光ね、お豆とこれいらないの。パパのお肉と交換してあげる。ん。お豆さんは頑張って食べましょう。貝はママ大好物だからお肉と交換してくれる。もういいのか。うん、あとはパパ食べて。ではいただこう。あ、パパ、光あーってしてあげる。お、はい、パパ。あーん、あーん。どう、おいしい。うん、うまい、最高だ。キャー、それじゃあ今度はタコさんあげるな。はい、あーん。
今日の光は随分と活発だったな。ですよね。光は寝たのか？はい、もうぐっすり。だから私、宗哲くんとお話ししたくて。大歓迎だ。どうする？上に上がるか？上段に並んで座るのもとっても素敵ですけど、でも、お、宗哲くんだ。よく頑張ったし、頑張っているな。今回の旅行もポーレットのおかげで実現できた。おかげで最高に楽しめている。いいものだな、寝台列車は。聞いていた話以上だ。実にいい。ほっとする。宗哲くんにそういう風に思ってもらえて。ほっととは不安だったのか？不安でしたよ。私もこの列車夜巡りは初めてでしたから。そういえば青森だったか、ポーレットとお父上との冬の旅は。はい、大事な、とても大事な思い出の旅です。だから青森の旅をもう一度新しい家族で繰り返してもよかったけど、うん、だけどやっぱり初めての列車にしたかったんです。宗哲くんと光と玲奈との初めての家族旅行は。そうか、いろいろと考えてくれてありがとう。初めての旅だけど同じ旅でもあるんです、これ。ん？どういう意味だ？ストーブ客車、パパと一緒に旅した子。あの子今は道鉄さんで元気に頑張ってるんです。道鉄で、ということは津鉄から譲渡されたのか？はい、巡り合わせ次第ではうちにお人よ鉄道に来てくれる可能性もありました。それは残念だったな。いえ、マイントレジャーのためには今の寸大鉄道さんに譲ってもらった子の方が適任です。そうか、ならば残念というのは不適切な言葉かもな。言い直そう。嬉しいことだな、思い出の列車とまた新しいレールの上で再会できて。うん、嬉しい、とっても幸せ。本当に良かった、あの子が道鉄さんで活躍できて。何よりのことだな。仙台近郊となるとそれほどには雪の降らない印象もあるが。確かに仙台近郊だと青森ほどじゃないとは思います。けど道鉄さんは仙台鳴子間ですから。鳴子は、そうか、山あいの土地か。ですね。お人よと似た感じの交通難所で、その上雪深い。最初から観光のための手段として鉄道を残した町です。おお、冬こそ鉄道、雪の車窓をみんなで楽しむ暖かさ、それが武器だと道鉄さんは分かってたんです。なるほど、そうか。ゆえにこの夢ぐり号は道鉄さんの列車なのか。です。実用のために残された時鉄さんのレールを観光のため道鉄さんが借りる形で走らせてます。そういう風にもレールはつながっていくのだな。逆に言えば思惑を持ってもらえるのならレールは必ず復
活できるし、つなげられる。ですね。鉄道にもう一度、思惑を、夢を持ってもらえるのなら。そうしていくためにも、しっかりと体験しよう。ストーブ列車も、この夢ぐり号も。ああ。どうかしました、相鉄くん。いや、ダブルミーニングかと思ったのだ。湯をめぐると、夢をめぐるで、夢ぐりかと。あ、そうかも。っていうか、きっとそう。たくさんの人に鉄道に夢を見てほしいから、夢ぐり。話をしてみたいものだな、日鉄の方と。願いは僕らと同じだし、この列車も細かな点の配慮が素晴らしかった。ですね。写真も撮りまくっちゃいましたし。あれほど興味を持っているのに、どうして自分の目で見ないのか、もったいないな。車掌さんとなら話せるかなって少しだけ期待してたんですけど。無理だったな。ポーレットも小さい頃はあれほどに人見知りだったのか。いいえ、人の顔色を気にする子だったとは思いますけど、うん、人見知り、人を怖がったりはそんなに。だよな。であればあの時僕に声をかけてくれてもいなかっただろうし。出会いは大事だ。その機会を光にはむざむざ失ってほしくはない。鉄道仲間みたいな子、例えば同年代でできたりすると嬉しいんですけど。ポーレット86、レーナに26までもが英才教育をしているからな。同年代では厳しかろう。ああ、かも。詳しすぎると悔しがられていじめられちゃったりとかも怖いし。さりとて、光の興味のほとんどは鉄道に向いている。興味がないことを話す人に合わせるとか、うん、光には厳しすぎると思います。だよな。が、いつまでも箱入りにもしておけん。やはり健やかに成長してほしい。はい。ともかく家族以外と話せるようになることからだ。旅の間に様子を見ながら少しずつでも慣らしていこう。ですね。私もサポートします。ポーレットも夢ぐりの時間らしいな。かもです。早くから準備とかしてたし。無理せずに寝ろ。なんならここで。嬉しいですけど、光起きた時に私がいないと。ああ、確かにな。この列車内で泣かれては同乗の方々にも迷惑か。ですから私行きます。けど、旅の準備も何もかも頑張ってくれてる俺というか、ご褒美だ。相鉄くんにも頑張ってくれてるご褒美です。ありがとう。ごちそうさまでした。これで明日も頑張れそう。おやすみなさい、相鉄くん。あ、おやすみ。